ファビアン・アンドレス・バルガス・リベラは、コロンビア・ボゴタ出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。ユースから所属した、アメリカデカリにて、リーグ3連覇など頭角を表す。2001年に、母国で行われたコパ・アメリカでは、初優勝に貢献した。2003年に、コロンビア選手と縁の深いボカ・ジュニアーズに移籍。 多くのタイトルこそ獲得するが、プレイは不安定で微妙な時期が続いた。2006年からは、ブラジルの SC、インテルナシオナウへと期限付き移籍となった。FIFA クラブワールドカップ2006決勝では、後半から出場、二度目の世界チャンピオンに輝いた。2007年夏に、ボカに復帰。2年連続で FIFA クラブワールドカップのため来日したが、 初戦のエトワール・サヘル戦で退場した。2008年には、カルロス・イスチア監督の信頼を勝ち得て、スタメンとして活躍している。2009年6月に、リーガー・エスパニョーラの UDR メリアへ移籍。9月5日、南アフリカワールドカップ予選、エクアドル戦で、人体損傷の大怪我を負った。2011年8月、フリートランスファーで、 ギリシャスーパーリーグのエグアテネ FC と一年契約を結んだ。2016年6月14日、カテゴリアプリメーラ A の CD ラ駅ダに加入することが発表された。ありがとうございます。